こんにちは、ピオケチ太郎です。今回はですね、山本キッドのりふみ選手が41歳6ヶ月でお亡くなりになったことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、客観的な意見としては、つい少し前にがんであるということを公表されていて、で、まあ、そんな日も経たないうちに、まあ、今回の朗報を聞いて信じられないっていう声や、まあ、がんだったからなっていう声と、あとアベマ TV の格闘代理戦争という番組やっていて、最初山本キッドのりふみ選手は出演していたんですけど、途中からいなくなってどうしたんだろうっていう声を聞いていて、まあそこからがんということが分かったんですけど、まあそこから、まあ自分も見ていったんですけど、途中からまあ早いですよね、そこから。全体的に見てすごい、なんだろう、寂しい悲しいという声が多いなっていう印象ですね。でですね、自分の気持ちとしては、最初に山本選手を見たのが K-1 だったかな、で出てきた、まあ、本当は総合選手、総合格闘技の選手なんですが、まあ、K-1 に出て、 K-1 でも勝てるところを見せつけて、で、まあ、神の子ということで、すごいもうトップで輝いていた選手という印象で、正人選手と大晦日にやったりと、もう一時代を築いた方という印象ですね。やっぱりなんかカリスマ性がすごいなという、すごい印象がありました。一言一言が重いという。41歳って早いですよね、正直、うん、まあ今日本人の平均寿命、まあ、女性が84とか80とかで、まあ、男性も78、80あたりで、まあ、まあまだ半分で、まあ、まだ普通に自分より年上の方なのであれなんですけど、まあ、本当にがんで自分の年より下の方も亡くなる、まあ、病気なので、なんともちょっとやるせない感じがすごい残りました。早いですね。最近すごい見てきた方が亡くなることがすごい多くて、これからもそれが増えていくんだなって思うと、まあ、すごい、なんていう言葉で言えばいいんだろう、悲しいっていう言葉で済まされない、なんか他に違う言葉があるかなっていうくらいの感情ですね。はい、ということでですね、今回は山本キッドの選手が癌で亡くなったということについてお話ししていきました。ご冥福をお祈りいたします。では。